文芸法は、朝鮮及び、北朝鮮にて映画及び、舞台劇の分野で活躍した女優。本名は、文長元、創始改名による、日本名は、林邸元。可憐な娘役や若妻役を多くこなし、朝鮮のリリアンギッシュとも称された。環境を難動観光で生まれたとされるが、京状府が出身であるという説もある。幼い頃に実母と離別。 姉も親族に預けられることとなり、幼くして家族との離別を相次いで体験した。彼女は父親で移動劇団のリーダー兼俳優の文秀一やママハハラと共に劇団の巡業に同行した。そのためまともな教育を受ける機会に恵まれなかった。文秀一は借金の担保として舞台道具を差し押さえられたことをきっかけに気落ちで採用試験を受けて、 監獄の刑務官となり、俳優業を廃業していたが、1922年に勤務先の刑務所で服役していた映画監督のインホーシュンと知り合ったのをきっかけに、再び俳優業を再開した。彼女も父親に従い、再び巡業に参加した。13歳の頃には、子役俳優として、すでに舞台に立つようになっており、15歳頃からは、 成人の役もこなすようになった。この時彼女が出演していた舞台を鑑賞していた映画俳優、監督のラウンケイが彼女に目を留め、立憲館の監督デビュー作品、シュナキ渡し船のヒロイン役に彼女を推挙した。彼女はラウンケイ演じる先導の娘役を演じたことをきっかけに一役スターとなり、当時の大スターキングハスミと人気を2分した。 第2作目は、朝鮮初の陶器映画、ハルカデンだった。彼女は、主役、聖ハルカ役を演じた。その後彼女は、朝鮮映画制作家部式、外社形状撮影所に入社し、撮影所制作の映画に出演した。映画デビュー作同様の、清楚な農村の女性役を演じる機会が多かった。1936年に、 旅人の録音作業のため日本に渡った時、水谷愛子から親しく話しかけられたが、日本語がわからなかった彼女は、返答に困り、トイレに駆け込んで泣いたというエピソードが残っている。同年に制作された作品の一つでは、父親フミリデと共演した。1933年、彼女は、劇作家の林千景と結婚した。 夫との間に二男二女を設けた後も、引き続き女優として仕事を続けた。林千景は、朝鮮総督府が主催する演劇コンテストに作品を出品したり、また新日系演劇団体である朝鮮演劇文化協会の理事を務めるなど、新日派と目される活動を行った。 妻である彼女も、いわゆる国作映画への出演機会が増え、朝鮮総督府の管轄団体、映画企画審議会が携わり、朝鮮出身ながら、日本の映画業界で活動した、日夏英栄太郎の監督作品、君と僕や、朝鮮映画が第一号作品として制作した、若き姿などに出演した。いずれも、創始解明で、日本名を名乗った。 朝鮮人夫妻の妻の役を演じ、日本軍に志願する夫を見守る役柄であった。このため、2008年に、韓国の民族問題研究所が、新日派人名録の収録予定者名簿の映画部門に、夫である、林千景の名前ともども、彼女の名前を収録している。終戦後、彼女は、 朝鮮映画同盟に参加して、中央執行委員となったが、1948年に、建国間もない北朝鮮へ、林先生や子供たちと共に移り、我が故郷に出演したのを皮切りに、少年パルチザン、パルチザンの乙女、新婚夫婦、金剛山の乙女、赤い花、成長の道、帰ってきた名前などの作品に出演した。朝鮮戦争時は、 千字イモンのラインダンスの公演にも参加し、1952年、北朝鮮の俳優で初となる、航空俳優の称号を受けた。1948年に最高人民会議一期大議員、選出。1952年に、北京平和会議に、出席。1958年に朝、祖神前協会中央院。1961年に、 祖国平和統一委員となった。1967年に鉱山派の粛清に巻き込まれ、復古主義、宗派主義者と批判を受け、1970年代末までは一戦から外され、巡回劇団に移動となっていた。1980年に復帰し、1982年に人民俳優の称号を授与。晩年は、ハーグ事件を題材に、 新総玉が制作し、蔡銀器がメガホンを取った、帰らざる密集や、共同農場を題材とした、我らの新しき世代などに出演した。1985年、銀の冠座しと、春の日の雪解けのロケのため来日した。1999年に亡くなり、墓地は愛国列車領に設けられた。1932年、 種なき渡し船1935年、春花殿1936年、バラグレン殿ン1937年、人生航路1937年、旅人1940年、授業料、君と僕1941年、家なき天使、四元兵1943年、朝鮮海峡1945年、愛と誓い1948年、 我が故郷1951年、少年パルチザン1954年、パルチザンの乙女1955年、新婚夫婦1956年、白頭さんが見える1959年、金剛さんの乙女、春家伝1963年、赤い花1964年、侵略戦車シャーマンゴ1965年、成長の道1980年、 春家電1982年、二人の船長。1983年、我らは、皆一つの家族1984年、帰らざる密使。青い松1985年、生命水、銀の冠し、春の日の雪解け1986年、公衆は叫ぶ、偉大なる懐1991年、君のための公共詞1992、 バード1992年。我ら新世代1996年。我らの新しき世代1997年。後日の私の姿越境の映画監督、日夏英太郎。巨栄ドクトルフユンドクターフーヤング。英太郎。花子の結婚生活にて、日夏も、エコは、彼女がそう呼ばれていたことを紹介している。ABC。 朝鮮近代史の中の苦闘する女性たち女優、文芸本。朝鮮新報。2003年9月6日閲覧。占い館固着。朝鮮総督府の植民地統治における、映画制作浅田大学大学院博士学位。請求論文2006年提出。2010年1月8日9時39分。閲覧。若き姿については、第8章を参照のこと。 カラザルミッシアルシネマ2010.1142時10分閲覧、KMDB2010.1142 時14分閲覧、韓国映画の歴史的人物ムンイエボン朝鮮、中央通信2003年5月22日付。ありがとうございます。